本当にありません。このままでは商売も損するだけで飢え死にしてしまいます。法令は法令、規則は規則、払うべきものは払ってもらう。言い訳は無駄だぞ。なあ、誰だお前、紹介の新入りか。お前の帳簿はもう手に入れた。それと隠してたものもな、転売して儲けてたことも全て公にさらしてやる。なんと、そう、ずっと騙されてたのか。あの、しゃな、税金のことは帳簿を見せていただけますでしょ。この帳簿にあるものと以前紹介が納めた税金の額は全て。慶次郎さん、もう何も言わなくて結構です。今はこのことをどう解決するかが先決。ふん、俺の弱みを握れたなんて思わないことだ。俺ただちょっとだけ利益に目がくらんだだけで。そういえば奉行武士は誉れと名簿を大変重んじると聞きました。奉行府からお咎めはなくとも、このことが露見すれば。おい、聞き捨てならんぞ、脅しか。いえいえ、ただあなたのような君子殿に汚点が残ってしまうことを心配しているだけですよ。じゃあお前が正しいということにしよう。まだお手元に消化骨髄をお持ちですよね。それらを使い、これから先少しの間税金を立て替えてください。それだけで？あれらは俺が一生懸命運んで大事に隠したものだ。それをミスミスといいだろう。お前の顔に免じてただでやる。面の皮が厚すぎる。そんなんで納得がいくもんか。俺の店はもう何日も閉まってる。全て友人の助けで繋いでいる状態だ。この損失の責任は一体どう取ってくれるんだ。ハリソン、もういいんです、これ以上は。搾取されるのはもううんざりだ。この件がそう簡単に終わるとは思うなよ。ハリソン、こんな場所で大声で叫ぶとは。法令に異でも唱えているのか。お疲れ様です、勝家組長。ああ、何を騒いでいる。その税金のことで少々。彼らの世話をしているというのに恩を仇で返されまして。何が世話だ、こんなの横領だ。必ず新助様にもこのことを知らせてやる。おお、勘定奉行様の名を直接呼ぶとは。ふん、よそ者はこれだから規則というものを知らない。この商人どもを連れて行け。何か言いたいことがあるのなら奉行府で話してもらおう。まずい、このままじゃ。はあ、まったく皆さん、そんなに深刻にならなくても。何か相談したいことがあるのならお酒でも飲みながらにしませんか。誰だお前、誰がお前なんかと酒を飲むか。ここの顔役だぞ。私の名刺をどうぞ。おお、これは社奉行のものか。ふん、ここは勘定奉行の縄張りだ。いくら社奉行の権能が高かろうと、離島のことに手を出す資格はない。その通りですが、ここは我々のお嬢様の顔に免じていただきたく、お二方も将軍様にお渡しされる上層の中でご自身の名前を見たくないでしょう。そのセンスは白鷺の姫君。非科の令状にご足労させるつもりはない。我々も余計なことはごめんだ、全て忘れよう。勝家組長、しかし行くぞ。いつか日を改めてお食事でも。その際は私のおごりですので、お二方ともどうかご遠慮なく。無視された。はあ、人付き合いに影響が出ることはしたくなかったんだけど。ありがとうございます、トーマさん。しかし我々のせいであなたと勘定奉行の間に
亀裂が。さっきのは冗談だよ。こんな代価、些細なことさ。礼ならこちらの旅人に言ってくれ。彼が形勢を変えるきっかけを与えたんだから。今後はあの足軽たちも少しは態度を改めると思うよ。トーマ、お前さっき一体。ここは人が多い。場所を変えて話そう。ひどい、ひどすぎる。本当にありがとうございました。状況を立て直す時間ができただけでも